皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。生徒募集に対して公立高校ってこれまで生徒を待っているだけ、そんな形だったんですけれど、もう待っているだけで生徒が集まる時代じゃありません。現実、公立高校の半数を超える学校で定員割れが起きています。つまり今は公立高校でも自分の学校のブランディング化、これが必要なんですよね。つまり自分の学校はこれだという独自色、これを出すことが必要と。うちの学校の魅力はこういうことですよと、そう言える戦略が必要、そうなってきています。それが県教育委員会でいう行きたい学校づくり、それなんですね。この行きたい学校づくりをやっている学校の中で、今年私沼津東高の説明会に参加したので、この沼津東高の行きたい学校づくり、これを紹介したいと思います。沼津東高校の行きたい学校づくりは、医療人材育成に向けたコース、これを設置したことです。設置したのは2021年ですね。医学部志望者への支援、これを開始しています。ではその内容はどんなことかというと、医療機関の見学や医師との交流、医学部進学専門予備校の講師の講義、これが学校の中で受けられるようになりました。で本年度は、8月に順天堂大静岡病院の見学をしています。ここでは医師から実際の手術の処理についての解説、これをしてもらって、さらにドクターヘリの救急診療医師の講義、これを受けました。さらに9月には順天堂大と高大連携協定、これを結んでいます。もちろんね、当然この予備校講師の講義は行われているわけです。でその効果、どんな効果があったかというと、実際にこれを始めたことでね、沼津東高校に生徒が集まるようになりました。そして学校の中ではコース生の挑戦欲が高まって、それが他の進学する生徒についても良い影響を与えている、このように、なっています。さらに今年度はこの沼津東高校を参考にして、富士高校が9月から、ね、医療機関への進学生、医療機関の学校への進学生、ね、医大への進学生、そういうののコースを設置しています。今回は県立沼津東高校の行きたい学校づくりについて紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。